こんにちは。クーミューです。今日はね、お笑いなしの、おちゃらけなしの、ガチで、ちょっとお話をしましょう。どうですか？もういいです。もういいですか？ですね、今日はちょっとお話をちょっといろいろしたいと思います。まあ何回も話してることなんですけどもね、ちょっとうちらはうちのプロジェクトは人を導くっていうか、そのこう案内して明るいところにみんなが行けるようにっていうような、そういうようななんていうんですかね、皆さんにお伝えすることをお伝えしたり、その笠星様が太子様がね、いろいろ準備してくれたものをうちらはそれを解いていって行動して、それをこう成し遂げるっていうか、太子様が推し進めようとしてたものを次元を開くとか、いろんなお仕事をしながら言葉を受けた言葉を、なんていう、皆さんにお伝えするっていうことを考えていってる中で、今回ですね、ちょっと、たくさんね、大様がね、独り言のようにね、頭の中でね、結構言葉出して言われて、自分はね、あんまり、難しくてね、わかんなかったんですけど、ちょっとね、書いてみましたね、その言葉ね。いろいろ言われたことがあって。大社のメッセージ。はい、大社様のメッセージね。それをね、ちょっと、皆さんにね、ちょっと一つ一つ紹介していってね、お話ししていきたいと思います。まず一つはね、こういうふうに言います。人は自然であり、波である。激しくもあり、静かでもある。いずれ静かに消えるもの。しかしそれは大地を作る礎でもあるっていうようなことを言われたんですよね。これをね、自分に言われてもあまりピンとこないんだけど、まあね、静かでもあり、人生っていうのはね、波もあれば、要はね、静かでもある。その時の流れで生きながら、いずれ自分はこの世を去る時でも無駄な人生を送らない。要するに、次の人にバトンタッチできるような、そういう生き方をしましょうっていう意味だとね、自分はそう思いますね、この意味についてはね。あとね、これはね、よくね、太子様が言われてることはね、これはよく言われてるんですよ。人は生まれるとき一人、死ぬときも一人、されどこの世にたった一人で生まれし、御霊は、たくさんの人との交流の後、たった一人で死ぬときは、たくさんの身をもと一緒になり、ありがたい仏の導きがあるっていうようなこと言われる。これね、これ多分、みんなね、生まれるときは一人で生まれる。死ぬときも一人で死ぬんですよね。誰かと一緒に死んだって、一緒のところに行けるとも限らないし、死ぬタイミングだってぴったり一緒に死ねるとは限らないですよね、一瞬。だからそういう死ぬ時も寿命が来たら死ぬと。病気で死ぬ。まあ、いろんな死が訪れると。生まれる時もしっかりね、一人一人が違うお母さんからね、それぞれが生をもらって、生まれてくると。この世に生まれてくる。それも一人で生まれてきますよね。だけど、生まれた後はね、いろんな人との、こう、なんていうのかな、こう接触って、この付き合い、巡り合い、いろんな人との出会い。その中でね、まあ時には嫌な思いもするし、時には、すごいいい人に会って勉強したりね、感動したりとか、いろんなことが起こると思うんですよ、出会いの中でね。で、そういうものを自分の身に留めた時に、まあその経験を経てね、いろいろ考えて、経験を置いて、まあ、自分もお付き合いな、
だったし、相手もまた自分とお付き合いだった中で、自分が亡くなった時にはね、たくさんの身を持ったら自分を思う心、そして自分が亡くなった時に例えば子供であったり孫であったり、いろんな人のことを思いながら亡くなる時っていうのはね、体は滅ぶかもしれないけど、心はのみんなと一緒にあるっていうんですかね、みんなと共にある、そういう気持ちで次の世界に行けるってね。だからたくさんの身をもと、それは仏様が導いてくれることを気がつきなさいと。仏様はいつも、神様、仏様っていうのはいつも自分らの近くにいてね、見えないところからうちらを見守っていてくださって、うちらを導いてくれると。そう、だから、それ、だからと言ってたよ。だからと言って、仏様、神様はね、自分らを助けるのに、例えばお金がなかったらお金出してくれるわけじゃないし、例えば、つまずいて悩んでる時にね、あ、大丈夫かと肩叩いてくれるわけでもないですよ。そうじゃなく、それをいろんな人に、自分が困ったら、周りの人に相談する。例えばね、振り込み詐欺。ね、今問題になってる。その時でも自分で悩まないでね、身近な人にこんな電話あったんだと、こんなことがあったらどう思いますかって言った時に、そういうものに引っかからないでしょってことよ。もう言ってると思う。そういうことも言ってると思うんですよね、その意味がね。だからいろんな人との付き合いの中で、勉強して、また苦労して、道を歩んで、それで、そういうものを自分が経験したものを若い人たちに繋いでいくっていうのかな。そういうような自然体であるっていうものを、行っていくっていうのがね、大事だってことをね、言ってると思うんですよ、この中でね。あとね、結構言われてるのかね。これいっちゃうか。これいっちゃうか。あ、これか。ここ。いいですか。人は人として生きるべし。されど、神の印を重んじよ。法典ね、法律とか法、その法。法、それすなわち人が決めしもの。人が決めたもの。ね。情、それは神の印なり。情ってね、情をかけるとか、感情の情ね。情は、それは神の印なり。人情を書くもの。ね。情をかけるなかれ。だから、ね、人間は付き合いの中でお互い助け合って、ね、たまにはかわいそうだと思った人を助けなきゃならない時もありますよね。そういう時に感謝してくる、まあ、情報をかけられて助けられた人は、感謝してくれた人にはね、なんちゅうかな、情報をかけて助けてあげても、例えば、ね、余計なことするなとか、例えば情報かけたのにね、裏切ってね、お金取って逃げたとか、そういう人も中にはいるってことなんですよね。だからそういう人を見極めて、話した上で見極めて、ね、情をなく人には、情をかけることはないと。そのね、すなわちそれは仏の教えだって言うんです。仏様は、情をかけるけど、厳しくもあるってことですよ。ね、人に対して優しくもあるけども、厳しくもあると。だからお坊さんとか、みんなね、厳しい修行を経てね、お経を唱えてあえて朝から掃除したらなんなして、ずっと、精進してやってきてると思うんですよね。まあ、それは、自分のためであってね、まあ、その人のためでもあるようなことを昔からやってきてるんだけど、そういうことを言ってると思うんですよね。うん。だから、そういうもので、人に優しくする人には人に優しくしてあげるべき。で、それを行わないでね、自分勝手に、俺はって、俺が全てだ、俺が何だかっていう人には、まあ、関わらない方がいいですよ。っていうことを言ってるんですね。その時には、情をかけるなって言ってるのが、これに書かれてるんですよね。そういうことを一つ一つ、
やっていきなさいっていう教え。まあ、こういうの結構ね、朝方でもね、こうね、こう枕元に立ってね、こう言ってんだけど、さっぱり意味わかんないから、周りの人に、これはね、いろいろ周りの人に聞いて、こうだよね、ああじゃないとかって言って、あ、これはこういうことだなとかって言って、話したりとかしてますよね、この言われたことに対しての意味についてはね。それで、まあ、いろいろやってだから、まだこれもね、夢の話ね。夢、それ見るもの、しかり、夢、それ抱くものなり。ね、夢、それ見るもの、しかり。夢、それは抱くものなり。見るもの、前に進まず。抱けば、未来を開ける、力のうつつとなるっていう。難しいよね、この言い方がね。だから要するに、あれでしょ？夢を見て、ただ黙ってて、夢を見た。何も行動に起こさない人はそれで終わってしまうと。だけど、夢を見て、この夢のために自分は前進したいんだと。僕はこうでありたい。私はこうでありたい。こういうことに、自分のね、人生をかけていきたいっていうものを見つけて、それに打ち込むと。そうすれば、未来の、ね、未来が現実になってね、先が、未来が明るいものになっていくっていうことをね、よく言ってると思うんですよね。そういうものを。夢は抱くね、抱くもの。見るものじゃないと。夢は見るものってね、寝たら夢を見るとかそういうもんじゃなくて、夢っていうのは抱くものだと。抱いて、未来に向かって前進することが大事だってことを、ここで言って、おっしゃってると思うんですよね。とね、もう一つね。まあ、こういうのがたくさん言われてるんですけど、これをね、ツアーとかでもね、こういうことをね、話していきたいなと思って、そう、人がどうで、仏様が何だとか、神様が何で存在するかとかね。で、皆さんが思うようにね、神仏が、例えば空想だとか、現実じゃないって思う方がいらっしゃるけど、うちらのプロジェクトの面々はね、みんなね、現実としてね、経験してるし、体験してるんですよね。弁財天のピアノと、竜の声。ね。そして、嘘のようだけど、星を見てると。だからいつもありがとうございましたって、手合わせてね。と言ったら、止まってる星がね、動くの。スーッと。で、それを見てね、例えば、戦闘機だとか、飛行機じゃないかって。全然そういうスピードでもないし、音がまずしないの。そういうとこで見るったら、すごい静かなとこで、うちら、聖地で見てるから、何にもないから静かなんですよ。だから飛行機がちょっと飛んだり、ヘリが上の方で飛んでも、ゴーとかガーとか聞こえるんですよ。一切ないの。ただ光が、スーッて移動するんですよ。それがね、自分らの声に応えてくれるように動いてくれる。まあ、これね、後でね、これこの先に、本当にそういう画像を写したものがありますんで、ちょっとわかりづらいんですけどね。神はね、ビデオを撮ったりすることを嫌うんですよね。壊しちゃうんですよ。ビデオでは許さんと。だから、ね、この、携帯のあれだけはね、撮ってもいいようなことを許されてから、画像的にはあまり良くないんだけど、星が動き、ね、畑のところの光がスーッと出てきて、ヒュー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 とこう点滅したと思ったら、ピョンと消えたとかね。そういうものをもう映してるしね。で、今回も、うちとね、白子の親分と、スタート、宮司様、いつもいるこの、古川宮司様ね、審議でいろいろ手伝ってもらった宮司様と、総代、いるんですけどね、この、お弟子さんの、ナシオさんって方がいるんだけど、その人と、一緒に体験しました。みんなびっくりしましたよ。初めて見て、あーって手合わせてました。偉大なる宮司様がね、こうって、これは神の導きですねって、これはすごいですねって。それぐらいな感覚で、うちらは見てるから。だからうちがこうやって言うのは、
ただ言ってるんじゃなくて本当にこういうものが現実にうちらに起きてるし、これからうちらに関わる人が必ずみんな経験しますよ。神様、仏様がいるんだってことを確信しますよ。それでほっといてないですよ、うちらをね。守ってくれようとしてるの、助けてくれようとしてるの、いろんな面で。だから何かあったら、その何ていうのかな、環境が変わってきた、ね、コロナがウイルスができたとか、もうやっぱり心配してますよね。やっぱり世の中そういう時にこそみんな団結してみんな一つになってやっぱりね歩んでいかなきゃならないです。そこで例えば取り乱してね、あいつが悪いんだこいつが悪いんだって人のせいにしてしまうと、そこでまたマイナスの負のエネルギーができちゃうから、そういうふうになるとどんどん悪くなるから、そうじゃなくそういう物語ったらみんなしてやっぱ立ち向かうしかないですよね。東京都知事のあの人も頑張って喋ってるけど、まさにね、みんな一つになってね、協力してやっていくしかないんですよ。乗り越えていくしかないんですよ。人のせいにしちゃダメですよ。人、あいつが悪い、こいつが悪いって言ったら、それはダメだってことですね。うん。と、もう一つね、言われてるのがね、ここでこれ。生涯人のために生きよ。さすれば、斧のために人がそなたを生かすなりって。それすなわち、人生であるって言われたの。人生っていうのは、人生って書いて、人生っていうのはね。何回か分かんないから何回も聞いたけど、めんどくさがらないって何回も言ってくれたから分かったんですよね。生涯、人のために生きよ。さすれば、己のために人がそなたを生かすなり。それ、すなわち人生である。この言葉もね、要するに、自分のことだけ考えないで、ね、人のことに対して思いやりを持ちなさいって。そういうことなんだね。そうすると、思いやってもらった人たちが、ああ、この人だ、この人いい人だって、私もなんか返したよね。お返ししなきゃなんないと思うんで、思いで付き合いっていうのが良くなってくる。そういうことだと思うんですよね。そういうことを言って、おっしゃってると思うんですよね。生かすなり。あとね、結構ね、こういうことをね、これを言うか。この間ちょっと教えていただいたのが、よく、大使様のお寺さん行った門のとこに無限のマークのこういう、お寺さんのその天井にもこう無限のマークのがあれついてる。あれのことについてね、ちょっと教えていただいたんですよね。いや、それがわかんないですよ。それはもともと意味があってやってることだから、自分がこう上から聞いた話を今話すだけで、他では、いやー、それは違う違うって、これは本当はこういう意味なんだっていうものが、もうそこに伝わってるのかもしれないけど、自分は大師様から聞いた理由はそういう理由だっていうのをちょっと、これから話しますね。無限の意味ですよ。無限のマークの意味ね。ね。無教、無意識、ね。無益、無縁、無常、無所、無職、無職ってあれ。色がないってことね。すなわちそれは無敵なりっていうの。それ、どういう意味ですかって言ったら、この無に関してのね、この無限の意味に対しての八条って、八箇条って八条って言われたんですよ。その八条っていうのが、八っていう字をこう書くじゃないですか、こう。縦にね。で、八っていう字を書いて、横に、八を、なんちゅうの、無限のマークを書いて足すと、そのマークがね、北進信仰の十字架の文字の十字架を示すものになるんですって。で、八にプラス無限のマークを一を足すと九になるから、九は人の力だからね、九っていうのは前、自分が話したようにね、九は人の力。で、人に対する、これ、印だってことですよ。人に対する、これが、
なんていうの、教え、無教、無意識、無縁。これちょっとね、全部漢字、カタカナで書いてる、もう殴り書きで書いたからちょっと漢字で書いてないけど、無教、無意識、無益、無縁、無情、無償、無職。ね。無敵。これすなわち、すべてを得て無敵。で、八と無限を足すと、こういう十字なんですよ。三つ葉のクローバーみたいな、こんな子。これは、北進信仰の十字架を意味してるんですよ。北進の十字架。と、同時に、八に一をこれを足すと、九になる。九は人のことだ。人に対するメッセージ。人に対しての、これが当てはまるってことなんですよね、この。無教、無意識、無益、無縁。だから無教ね。無の教え。無意識は、ね、意識がない。ね、無益って言ったら、利益もなく、何もない。ね、無縁って言ったら、縁も何もない。いろんな意味がありますね。無常って無常、無常の人生とか、無常っていう。無償ったら、ね、無償に奉仕するとか、いろんな意味があって。無職って言ったら、色がないと。全然色がないよって。それは、これを全部ひっくるめると無敵になるんだと。だから、これを全部知ってる者は、人としては、ね、あの人の、旧の、この人の王子にしては、最高の、あの、生き方をしてるんだよって、これを、この文字を理解しろって言われたんですね。そうやって、太様の、お導きがあって、うん。あの、これを皆さんにお伝えするのね。まだね、これからもどんどんこう、まだね、言われてること結構あるんですよ。こう、ダブリ書きで書いててね、あの、あれだけど、今日はね、これ、ちょっとこの辺でね、あの、こういうことがある、教えがあるってことを一つ一つ、ちょっと理解していただければと思いまして、ね、今度はまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。